世界大学学術ランキングの分野ごとの2013年、2014年の水球パリ第六大学は1974年から2018年までパリ大学の一校として運営された理学、工学、医学を専門とした公立大学である。生徒数は約3万2千人である。別名であるピエール・マリー・キュリー大学は放射現象などの研究で 名高いピエール・キュリー、マリー・キュリー夫妻の名に由来する。125以上の研究所を有し、その多くが世界の名門大学やフランス国立科学研究センターと連携している。2018年1月1日に東大学とパリ第四大学の2校が合併し、新しくソルボンヌ大学と改称された。フランス法、ローイ・エヌ68から978授12。 ノーバンブラ 1968D オリエンテーションデールアンシナマンとスーパーユールによって多くの大学とともに1971年1月1日に設立された。2018年1月1日にパリ第4大学と合併した。世界大学学術ランキングでは2003年から2016年の間の順位は35から65位。 タイムズ QS ランキングでも2004年から2014年のランキングは57から115位と世界的に見ても非常に高いレベルの大学と評価されている。ありがとうございます。